はい、それではね、スピリットフェアラー続きをやっていこうと思います。とりあえず粉砕機を作れるようになってるので、これをちょっと作っちゃおうかな。大きさはこんなもんですね。ちょっと下の方に置いときたいんだけど、難しい。この辺に置こうかな。ちょっとグスタフの家をちょっとずらして、こうして、粉砕機ね。これで油ができるんだったかな。よし、こうしとこうか。うん。あと作れるのが、バウンシーはまあいいでしょう。改良で、アトロおじさんの、これ作った。あ、これがないんか。エクトプラズム入りの瓶がないですね。うん、雨が降ってきました。よし、じゃあちょっと粉砕機を使ってみましょうか。これはどうすんの？あ、シリカの粉ってそういうことなの？あ、これは石炭の粉か。石英を砕けばシリカの粉。はい。石灰の粉、ひまわりの種でひまわり、うん、もう少し優しく届く。隕石を砕いたらどうなの？ちょっと気になるけど、隕石1個だけ最初ちょっと砕いていいですか。よし、使い方わかんないけど、これどうすんの。え、こうか。出てきた隕石の粉まんまですけど、うん、ちょっと待って、油をじゃあちょっと作りたいんで、とりあえず羽を、あれ、え、連動するだけでいいの？油できた。なんかタイミングよくやったりとかはないんだね、別に。いっぱい出てきたわ。よし、これで、アトロおじさんに、ね、待たせてた、なんだったっけ、フライドチキン鶏肉、ひまわり油、これでいってみましょう。よし、よし、あ、できましたね、フライドチキン。多分、ん、お、できましたね。よし、これをアトルおじさんに渡しますか。とりあえずだいぶお待たせしたよね。どれだ、料理、フライドチキン、これか。よし、これを見るといつも父のことを思い出す。父は料理が好きだった。料理を作ることにかけては天才だったよ。父が作る料理はどれも完璧だった。だが料理を作っている間、父はいつも不機嫌だった。調理中は近寄りがたい雰囲気だったかな、うん、キッチンという名の猛獣を飼いならしているかのようだった。まるで命がけの戦いだよ。そして父が必ず勝つ。食事の準備に何時間もかかることがあった。とにかく長かったよ。子供の頃は食事の準備が整ったら目の前に並ぶ料理のことなど気にもしなかった。私にとってはシリアルでも何でもよかった。当時は父が料理を作ってる姿を見るのが嫌でたまらなかった。何時間も待たされるんだ、興味がない料理のために。それでもこれを食べるために思うのだ。待つ時間もそんなに悪くなかったかとな。とにかくありがとう、豆っ子感謝されたんかな。どうなんだ。釣り、え、釣り旅こうやって寝るんですね、アトロおじさんね、うん。もう終わった、アトロおじさん。まだあるんだね。え、これも一応やってあげてないのか、まだやってないのか。ならちょっと改良し、もうアトロおじさん進めていきますか。シリカの粉がさっきできたから、それでいける。あ、違うわ
これ違った、尻からこの別のやつ。よし、まだでした、はい、なら、あー、いっぱいありすぎてね、把握しきれないんですよ。話しかけよう。立派なもんだ。ミッキーが岩を粉砕する音を聞きたくてうずうずしている。すげえ音出るだろうな。試しに 何か粉砕してみな。きっと気持ちいいぜ。ストレス発散になる。何？絶命はいらねえだろ。ガキでもできる。機械を動かして岩を入れりゃいいんだよ。楽勝だろ。ほらよ、岩をいくつかやるよ。砕きまくれ。俺はここで、岩が砕け散る音を楽しませてもらうぜ。ちょっとグスタフがうるさすぎる。石英と石灰石もらいましたね。石灰石、これもやってみようか。五穀砕く。よしよし。おいおい。何？間違えてる？使い方間違えてる？よし。何でしょう。向き変えちゃった。タガが外れたみたいに岩を粉砕しまくったな。もう勘弁してくれって家の声、岩の声が聞こえてきそうだったぜ。マジですごかった。おかげで気分爽快だ。辻がいいな、スカウト。その調子なら次の仕事も任せられそうだ。ミッキーが家を欲しがってる。これもただの家じゃねえ。ものすごい豪邸だ。大理石や金の鏡があって、屋内にヤシの木が生えてるような。何もかもが一級品のやつさ。故郷にいるやつらが嫉妬しちまうぐらいのな。頼んだぜ。ブルースとミッキーの家なんだね。ブルースっていう名前は初めて分かりましたね。家を建てると。で、さあ砕こうは OK ですね。ブルースとミッキー、ストリート理想の暮らしを提供する。6っていうのが分かんないんだよね。あれはこうでしょ。グスタフは家、まあ作ってあげようか。エクトプラズム E の瓶が分かんないね、まだ。建築、ブルースとミキ、あと2つあるね。あ、できるね。アルミ、綿織物、アッシュ。でかいな、でもこれ。こんな形なの？まあ、音聞くのが好きなんやったら、ここに置いといてあげようか。こうだね。あ、この酒場が邪魔やから、酒場を移動しよう。よし。ここにしよう、ラウンジは。これでいい。で、ブルースとミッキーのでかいからここにはめるわ。これでいいね。で、どうでしょうか。ついてる？大丈夫。もう早速寝てるやん。感想も何も。結構すごいね、立派な家だね。車が好きなのかな、ちょっと分かんないです。夜じゃないんだけどね、今朝になったから起こしてみる。今朝ですよ。食べられたな、これ。じゃがいも、これ、お腹いっぱいなのに何食べるんだろう。囲いをほんまに作らないかんってこと、わ、ご飯にしようよ。ちょっと待ってね。はい。マジかよ、寝てたじゃないですか昨日。こいつはすげえ、ちゃんとやってくれたな。もっとかっこいいニックネームをつけてやるよ。ミッキーどう思う？だな。それはいまいちだな。そいつは使用済みだ。ファントムテラー？
それはダセーだろ、ちょっと考えさせてくれ、はい、名前をつけてくれるんですね、うん、ジョーちゃん、はい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 、どこにおりん、どこにおりんのそれ、どうした、話す弟、あーご飯か、ご飯はねブイヤベース、まああげたっけこれ、ちょっと待ってそうむずいねんだからもうプロパイは、あいけるね、よしよし OK、 あなんかついた、どっかうわーって言ってる、ご飯にしようよ、うわーは何真実そうなすんませんね、ご飯全然追いついてないわ、これあげよう、お寿司あげてみる、あはん、うん、健康的だね、よし、あはん、うん、はい、なに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 、あ、ここがエッジバラレーンね、うん、一直線に来たけど、で、お腹空いてんな、みんな。全然ご飯あげてない人みたいだけど。一応、結構動き回ってるんですけどね。うん、ありがとう。はい、この、いいね。スタンリーのハグの仕方。うん、上手なんだね。いいとしよう。で、いいんですよ。なんだっけ。スタンリーの、そう。うん、おはよう。うん、いい、うん。ちょっと忙しいから。どこだ、スタンリーの家どこやあれどこやった俺で、あ、ここここここ、うん、ここだ、このガラスに触れるとなんかイベントが始まるんで、ちょっとこれをやってしまいましょう、うん、なんなんこれは、なんなんこれは、捕まえんの、え、何捕まえんの、ちょっと、じゃあ今家の中にいる、ちょっと出して出して、外に出して、外に出させて、出られたり、何これ、何これ、追っかけろ追っかけろ追っかけろ、え、捕まえた、エクトプラズム入りの瓶、これか、捕まえろいや忙しいわ、いやこれ早いわ、すげえ、こっち追い詰めろ追い詰めろ追い詰めろ、ちょ待て待て待て、追いつかへんねんこれ、ちょこれ大変やな、終わった早すぎるんだけど、今の見た、あれだけいたのが嘘みたい、これでまた思い切り息が吸えるぞ、でもダストシェードってちょっとかっこいいよな、光ってて素早くて、あの素晴らしこさがいいんだ、僕は光らないし早く走ることもできない、嫌になるよ、いつか走れたらいいな、心配いらないよステラ、ラストシェードがまた戻ってきたらすぐに知らせるから、それにあいつらを退治したくなったら僕の部屋のジーコブをいつでも起こしてね、今はできないの、できないか、ちょっとクールダウンがあるんだね、何個手に入ったんだろう、さっきのエクトプラズム入りの、違う、どれだ、3つ、アトロおじさんのあれにいくつ使うんだったっけ、大変やな、いろいろ、あ、5個いるんですね、はい、あと2つね、全然取れへんかと思う改良、この辺ちょっと見とこうか、まあいいわ、じゃあちょっとこの街探索してみますよ、お腹空いてる人いっぱいいそうだけど、よし、どっかに行ってくれ、人と待ち合わせしてる、あんたは違うみたいだ、あいつは目立たない格好で来るって言ってた、その大きな帽子はどう見ても目立つからな、この人、この人か、
話しかけるな、うん、自分の行動を見直した方がいいぞ。私の前に現れてあれこれ質問しないでくれ。政府の役人じゃないんだ、質問に答える気はないぞ。ほら言った言った、うん、リプライン。おおおお、リザードキング。それだけ。おお、なんだこれは、こんな王国は。よし、ん、なんかあったないよ。とりあえずこれ取ろう。サイン入りの年代リップ、ん、年代物のポスター。どこ、あ、いけないな。もう端っこ結構広いよ。空きが長い、めっちゃ長い。どこまであんの、うん、ここで端っこですね。あそこの上になんかありますね。ここは登れない。このジップラインを使えと。はい、はい、ミューズリーって何、あと何手に入った、今これじゃないのか、うん、もういいわ。ここは入れない。ここなんかあるな、入れた。サトウキビクリム入りの瓶ね、届かない、これは届かない。この場所、晴れた日のゴミ捨て場みたいな匂いがするな、うん、何のために税金をせんみたいな。開かないわ。そこにあるけど、あそこはなんとかしたらいけそう。ここだね。うん、ここよし。購入証明書、牛、桃の種。へえ、果物が、果樹園もう一個作ろうかな、そしたら。ここはなんか、これさっきの二人。うん。JK。なんか冷たいですね。ん？ん？何何何、バグってるバグってる。なんだ。いいか、お前らよく聞け。音楽の知識のなさを恥じるんだな。世界最高の曲はオータムエンドだ。間違いない。やれ、やっちまえ、そりゃ嘘っぱちだ。ラバーズミスは曲が優れているだけじゃなく歌詞も奥深いんだよ。お前は音楽を何も分かっちゃいねえ。嘘つけ、同じ曲だろうがバカ。ラバーズミスの歌詞と変わらねえだろう。いや違う、センスがない。お前に何が分かるってんだ。おい、なんですか、間に入ってくるよ。このドアホドモはオータムエンドとラバーズミスは別物の曲だって言い張るんだ。こいつはマジで間違ってる。こいつらが間違ってると教えてやってくれ。板を演奏できるよな。その指を見ればわかるぜ。指に大きなタコができてる。あんたが曲を知ってれば演奏できるんだけどな。そうだ、オータムエンドの楽譜を変えそうな場所を知ってるぜ。スポーツのテーマ曲で俺の出身地の公式ソングになっている。知らないやつはいない。ノルドワイラーにある店で売ってるはずだ。間違いない。ほら手間賃だ、とっときな楽譜を買ってきてくれ。おオールとサイモン。そういうこと、まあいいか、まあまあまた行きますからね。どうせ、ここは何もない。あ、ちょっと待って、お店あるやん。ここで買えんの。ランディと申します。はい、エオドアを名乗るはずではと思ってるんでしょう。支払わない場合はその限りではありません。いろんなお店があるんですね。
あなたはこう考えてるはずだ。こいつはいかにも怪しいぞとね。それは間違いありません。だからこそ私は自分の身を削って値段を限界まで下げているのです。潰れているのは価格だけではありません。品質も最高です。じっくりご覧になってください。私はランで誰が何と言おうとうちの店が一番です。まあ、よかったよ。おぼる買える2000だ。しかも何、牛、オリーブ、サトウキ、オリーブ1個買うわ。とりあえず牛はなんか先っこ手に入ったね。オボル買っとこっか。必要になるかもしれないですね。よし、もう帰るとここに来た牛だ。あ、それだけでした。いろんなパターンがありますね。ここはもういった。一応全部取れそうなやつは取ったかな。これもバウンズ使えるの。あ、使えるんだ。なるほどね。はい、あ、帰ってきましたね。いや、いや。お？いや、セラ。退屈だな。退屈だし、腹が立ってる。遊べなくなるなんて。この船はいろいろ厳しすぎるよ。どうして楽しんじゃいけないの？この機械に好きなもの入れていいって言われたらどう思う？鋳造場みたいにさ。それが欲しいのね。そうそう、楽しいことになるぞ。ガラクタを投げ込んでみよう。古い靴なんてどう？気持ち悪いけど楽しいよ。キノコ博士の奇妙な時間もうちょっと船がね、もうだんだんカオス化してるんですよそれぞれがもう自由なことをやりすぎ。おじさんがいいのね、またここにね。あのエクトプラズマ入りの瓶を欲しいんですけど、まだ来てないんだね、それは。どうかね。じゃあ次は、どうしようかな。この周りは、またなんかあるね。ちょっと待って。万引き目出てきた。こっからちょっと一直線でね、ガーッと走ってみたんですけど。ここにもあるね、なんか。サンドウィッチウィーク、サンスプリングスクエア。もうちょっと広がるね、マップね。そしてどうしようかな。ここ行くか。用事があるのはここなんですよね。新しいところに行くか。ここにあるし、ちょっと新しいとこ行ってみましょうかね。あ、なんか呼ばれた。ちょっと待って、忙しい。うん、はい、スカウト。名前決まりましたか。また一つ頼みたい仕事がある。ジョーちゃんが建てた家に関することだ。居心地は悪くねえけどよ、殺風景なんだ。何もないからな。なんかこう洒落た家具でも追加してくれ。ミッキーには贅沢な暮らしをさせてやりたいけど、どんなものが欲しいかわからねえんだ。ってことでジョーちゃんのセンスに任せるぜ。俺らはインテリアデザイナーじゃないねえからよ。強いて言うなら、高価で派手なものなら何だっていい。セリフがないっつって。何ですか、お腹空いてるのかな。いいか。よし。ちょっとね、みんなもうそれぞれね、大変っす。言うこと聞いてる。はい、まあいいか。よし。そしたらね、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。